どうも、大健です。まあ、6代目なんですけど、潜在で大工でずっとやってます。大工の、僕で名前は健二って名前で、大工の健二で大健です。一応、建材のメーカーさんが、大きいメーカーさんがいるんで、まあ、大工だから、大健さんですかみたいな感じで言われるんですけど、全く関係なくて、僕はただの大工の健二で大健です。16からやってて、今38なんで、22年ですね。もうずっと大工だけやってきました。自分がこうやってて、こう、楽しいと思えることを、これからはどんどんやっていきたいなと思ってます。まあ、1日行っただけとかも結構あるんで、だけど、だいたい僕は家を建てるのがメインでやってきたんですけど、まあ、年間だいたい1人で10から12棟ぐらい、10年以上やってきたんで、まあ、そんだけでも、まあ、100件以上やってますし、で、まあ、いろいろ応援だとか、まあ、ね、自分の親父の手伝いだとか、いろいろ回せたら、300件ぐらいやってるんですかね。はい、300件ぐらいは、下手したらもっとやってたのかもしれないですけど、以外にもそうですね、リフォームもしましたし、店舗とかも、やりましたね。ゼネコンの仕事もしてたんで、セントリア空港とか、まあ僕愛知県出身なんで、セントリア空港とか、愛知万博とかもやりましたし、そういうのもやりましたね。あとまあ結構、有名な会社の、さんの家とか、さんの家とか、もう、本当若い頃に、まあ親父と一緒にやったって感じですね。お寺もやったことはあります。でも別に僕は宮大工じゃないんで、本当にその宮大工とは違うんで、お寺をバンバンやれるわけではないです。まあね、やっぱ個人なんで、こう、いろいろあるじゃないですか。こう毎年毎年、こう、ね、景気によって変わってくるんですけど、まあ、平均だいたい1500から2000万の間で結婚してから14年、15年独立して、やってますけど、まあ、それぐらいは、まあ、保ってる感じですかね。難しい。やっぱ覚えることいっぱいあるんですよ。大工ってやっぱりこう追求すれば追求するほど難しいことですし、の時代に合ったこう建築っていうのがやっぱあるわけじゃないですか。で、それと僕がやっぱこう、やっぱ先祖代々6代続いてるっていうのが、やっぱ自分の中で大きくて、まあ、先祖のものをこう自分がね、こう残していかなきゃいけないのとか、こう、自分が6代目だからこそ、こう、昔ながらの仕事をしなきゃいけないのかなって、押しつぶされそうになりましたね。若い頃は、子供の時は。だけど、やっぱりこう、世の中を見た時に、やっぱり刻みだとか、墨付けだとか、そういうことをやってる会社が本当に少なくなっていってて、こう、今はもうプレカットの時代に変わってって、こう、昔ながらにこう、やるような仕事が本当減ってったわけですよ。そうですね。やっぱり、こう、大工じゃねえだろうみたいな、こう、こと言われるんですよ。特に、まあ、はっきり言って僕から言わしたら、自分の先祖ってこと考えたら、今の大工も大工じゃないじゃないですか。その頃のことを考えたら。だけど、こう、大工が大工じゃないみたいな、こう論争っていうんですか。そういうのがすごい、こう大工の間でもすごい起こってるわけで。まあ、だからこそ大工がいなくなっちゃってるような。気もするんですよ。やっぱ大工じゃないんだ自分は、みたいな風な惨めな思いをしてるだけもいっぱいいると思うんですよ。でも、はっきり言って、そういう人たちがいるからこそ、やっぱ住んでる人もいるし、ね、こう店舗でも何でもそうですけど、みんな大工と呼ばれる人たちがやってるわけで、だから僕は別に何が大工だとかそういうのは何も関係ないと思ってて、やっぱ木を使ってそういうものを作ってる人は大工なのかなって僕は思って大工という固定観念をなくしていかなきゃいけないのかなってこう思いますよね。そうですね。もう、半年ぐらい叩いてないです。全く。辞めたきっかけは、やっぱり、もうこれ全部話しますけど、まあ、親子でやるってすごい難しいんですよ。仕事で。で、僕はもう自分の親父とじいちゃんの姿を見てましたから、まあ、いかに難しいもんなっていうのをすごい感じてましたし、やっぱ仲良くなかったんですよ。すごく。でも自分が大工やるときは、そこを気をつけなきゃいけないなと思って、一生懸命そこも考えて仕事はしてたんですけど、やっぱりこう、
ね、やっぱ親の、親としてとかいろいろあるんですかね、知らないですけど。で、そういうので、まあ、うまくいかなかったっていうのもありましたし、うん、やっぱ僕の性格上、こう、親父のために、家のためにって考えて一生懸命やってましたけど、やっぱ僕は自分の、やっぱ嫁さん、子供たちっていうのがいますし、やっぱり自分の、こう、家族の幸せをやっぱ第一に考えて持ってたんで、重荷になっちゃったりして、はい。そのみんなのことを幸せにしようと思って、やっぱ自分が一生懸命動かなきゃいけないんですよ。でそうなると、やっぱ体がもう持たない。体と精神的に持たないんですよ。もともと僕はあんまりこう寝るのが得意じゃない体質で、不眠症持ちだったんですけど、もう本当に気づいた時に3日間全く寝れないとか、もう本当に1週間の間で睡眠時間が本当に2、3時間ぐらいしか取れてなかった時期がありまして、でも眠たいんですよ。だるいし、寝たいし。ね、もう本当寝たい気持ちでいっぱいいっぱいなのに、全く眠れないみたいな状況が続きまして、自分の、やっぱりこう5年後が見えなかったんですよ。この大工をやるってる自分が5年後になった時に、絶対今のように稼げてないと思うし、こう自分の、やっぱりこう生き様っていうかね、こうそういうものが、こう、見えなかったので、ちょっと違う人生じゃないけど、違う道を行かなきゃいけないなって思って、こう今の、こう、状態になってます。はい。だから宮崎に来たのもそのためっていうか、それを、その新しいこう未来を作るために宮崎に来たって感じですね。奥さんがいまして、で、中学生の息子と、小学生の娘がいます。はい。4人家族です。はい。はい、さえちゃん、はい、さえちゃん。言われていいのか。照れちゃった。逆にやったら照れちゃいましたね。やれると思ったら。やれんかったっすわ。僕の、愛する妻のさえちゃんです。はい。よろしくお願いします。世界で一番愛してる妻です。そんなこと言いません。僕はもう普通に言うんで、本当のことなんで。はい。こんな感じです。こんな感じです、普段から。正直者なんですよ。もう愛してるとか、1日10回以上言うし、なんか、私、シュシュシュって寄ってきて、ずっとこうやってしてくるし、鬼たち。言われますよ。これは子供に。いや、もう娘に息子にもしますね。娘はもう、ヒゲがうざいとか、ヒゲがやめろとか、もうめちゃめちゃ怒られます、ね。うざいとか。息子はなんか喜んでますね。息子は未だにこう、肩組んだり。頭ビューってなれだったりもしますけどね。それすごい嬉しそうですね。大変な話をずっと聞いたりとかして、でも本当は私分かってなかったんですよ。どんだけ辛いのかっていうのをずっと。で、その仕事をもう辞めるねって言った時も、え？って思ったんですけど、まあ、大丈夫だよっていう感じで、私はもう、ケンちゃんの考えに、いつも賛同するっていうか、私はついていくだけっていうか、その、ケンちゃんと逆で私はあんまり自分のこう考えとかそういうものがないんですよ。なんでこう、ケンちゃんの考えの方が今まで合ってたから、もう本当にそれでいいと思って今日までついてきたんですけど、もうそれで本当に間違いなかったなっていうのは。でも私はケンちゃんの辛さ分かってないかもっていうのが結構あって。まあ分かるわけないですけどね。うん、やっぱりこう、その人のことを体験してるわけじゃないんで、分かるわけはないですけど、まあ、でもね、そんだけこう分かんなくて、こうすごい幸せでね、こう今入れるから、僕は別に何にも、こう、後悔というか、自分が辛かったことで、こう、嫁さんはすごい、さえちゃんはすごい幸せでいてくれたから、僕はそれは別に何にも良かったなって思いますけどね。逆にその辛さを経験したから、今の自分があるんで、やっぱりはい。という感じです。じゃあ奥さんを見てあげてください。はい、え、なんで泣いてあれ知らんかったさっきも言ってた。なんで泣いてありがとうございます。TikTok を始めたきっかけは、去年にもう完璧に自分がもう大工以外のことをやろうと思えたことがありまして、で、まあ、そのためには、まあ、とにかく自分をとにかく売り込んで、有名になれれば、まあ、こちらいろんな道が見えるかなと思って、
まあ、TikTok で、とにかくバズらせたろうと思って。で、やったって感じですかね。はい。今400万再生ってやつが1個ありますね。あと100万再生以上のやつは10本ぐらいはあります。10本以上あるかな。はい、ありますね。はい。一応今は2万8800人ですか。もう2万8900人ぐらいなんですかね。TikTok とかインスタってこうやっぱ短いんで、こうなかなかこうリアルを伝えるのってなかなか難しいじゃないですか。リアル伝えても面白くないし、こうバズんないから。だけど、やっぱりこう、まあ、YouTube はやっぱこうちゃんとしたリアルというか、ちゃんとしたこう人間味とかもこうお伝えできたらなと。で、僕がいろんな方たちと本当に絡んでいって、まあみんなとこう、ウィンウィンでハッピーになれたらなと、絡む人たちと。今回、プレゼント企画をしたいと思います。僕が NK クラフトっていう作業服でも私服でも着れるアパレルブランドを作ってまして、YouTube 開設記念で抽選で T シャツとキャップを、5名ずつ、5名ごとに。じゃあ詳しくは概要欄を見てください。登録者数を100万人はちょっと多いですよね。100万人生かしたいですよね。100万人生かせるつもりで、ちょっと頑張ります。まずね、まずは1000人。まずは1000人から、はい。皆さん、これから、YouTube の方も登録の方と、応援よろしくお願いします。お願いします。大健でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。SNS のフォローもよろしくお願いします。